はい、じゃあ今回のね、五十重文字の続きということで、今回、この弓道の文章ではですね、文章の最後に一文字の湯がけと、はい、十文字の湯がけというのは、この断りは一つになるというふうに書いてあるんですね。断りは一つ書いてある。これが一体どういうことなのかっていうのをどうぞ お話ししていきたいというふうに思います。はい、これ結論を言いますと、要は断りは一つの、一つの意味は、手首を起こせっていうことです。手首を起こせ。これは何が言いたいかって言ったら、一文字の湯がけっていうのは、手首をちょっと内側にひねるんですよ。わかります？こういうふうに、手首を内側にひねるじゃないですか。で、十文字っていうのは、ちょっと手首外にひねるんですよね。はい。で、これをですね、昔、弓道の本で、本田利真先生っていう人がいるんですけど、この本田利真先生は、この一文字の掛けで解を収めるのを火の表っていうふうに解説したんですよ。火の表。で、一方、十文字の掛け。この解の収め方は火の裏っていうふうに言ったんですよね。で、これが一文字と十文字がなんでこうやって分かれているのかって言ったら、まあこれ理由はまあ二つあるんですけど、一つは、十文字の湯がけっていうのは動写用に作られているので、技術がどんどん上がっていって、勢いを飛ばすだけじゃなくて、より遠くに飛ばすような弾き方をやることによって、より綺麗な形を作っていきたいよねっていう、まあ、美しさにも二段階あって、的中プラス、矢を勢いを出すっていう、まあ、この段階があるわけですね。で、さらにそこから、刺し矢とか、動写とか、いわゆる、33件のような、この遠い場所、はい、の使うタイプの湯がけっていうのがあって、二つあるわけです。で、一文字の湯がけっていうのは、まあ、基本的にですね、弓道の掛けの中には、初歩の掛けであるっていうふうに言われてるんですね。これは本田秀真先生の本田有給書の口述録の中でも、一文字の湯がけっていうのは最初の一番の曲の湯がけであるっていうふうに書かれてある。で、技術が進んでいくと勢いがつくだけじゃなくて遠くにも飛ばせるようになりたいと思った時に十文字の湯がけっていうのを使うように私たちはやらなきゃいけないわけです。まあ当然ですけども、ね、弓道の先生とかでたまに四つ掛け使ったことがないとかっていう先生いるんですけど、四つ掛け使ったことがないんだったら技術的な内容を説明するのがほぼ不可能です。なんでかっていうと、弓道の弓の技術っていうのは四つ掛けの方が合理的にできてるからです。で、一文字湯掛けの方が確かに近敵の的中に向いているっていうのは、それは確かにおっしゃる通りなんですよ。なんでかって言ったら、そこのことしか想定しないから、一文字の湯がけっていうのはね。だけど、十文字の湯がけっていうのは、その、遠野、より遠くの33ケ度とかの、その、遠敵とか、遠野の湯がけなんですね。で、それもやらないと、弓の技術っていうのは、上がったことにはならないんですよ。てか、技術を教えることはできないんですよ。で、つまり何が言いたかっていうと、ここの、儀式の救助書の中で、どうして一文字の湯がけも、十文字の湯がけも、断りは一つになっていくんだっていうふうに言ってるかって言ったら、それは、たとえ近敵の処方の湯がけであっても、技術が上がった十文字の湯がけであったとしても、手首の使い方や体の使い方の断りは一つになるんだっていうことです。で、それが手首を起こせなんです。つまり、どうするかっていうと、一文字の湯がけの時は内向きって言ったじゃないですか。内向きプラス手首を起こすんで、こうやってやればいい一文字湯がけ解の収まりになるわけです。はい。で、さらに十文字っていうのは手首がちょっとこういうふうに最初に下に向いています。で、このままじゃなくて、平付けみたいな感じなんですよね。手首がちょっと内に向いてるわけ。あ、じゃあ、外に向いてるわけ。これが一文字。こっち十文字ですね。で、十文字の場合でも手首を起こしましょうと。手首を起こしましょう。こう外見てですよ。で、この後どうするかっていうと、これ、一文字の場合だったらこういう風になるんですけど、十文字の場合は外側に向けてこうです。はい。つまり、外だろうが内だろうが手首を上がっていくっていうところが、一つ、断りは一つであるっていう意味でございます。で、両方とも、例えば一文字の場合だったら手首を起こして、これをどんどん起こしていって、一文字になった段階で声で出やすくなりますし、あるいは十文字の湯がけだったら、この手首外側に回してもらったら、こう、
壊しやすいんですけど、十文字の場合はややこれにひねるんじゃなくて平付け気味にこのまま持っていくと、このまま持っていくとちょうどこの手首を外に向けると、こう見ててくださいね、外親指というのは内に向ければ向けるほど縦に一文字に沿っていき、外側に向ければ向けるほど十文字になっていくんですね。これが十文字になった時に適切な解の状態になり、十文字を過ぎると外れるんですよ。っていう外し方が、まあその一文字を超えて外れるパターンと、十文字になってそれを過ぎると外れるパターンってあるんですけど、それは両方とも手首を起こすという動きで成り立つんだよっていう意味で断りが一つということを、この尾州竹林九重書の文献では言いたくて。だから一文字湯掛けの場合でも、この親指が測りのようになるというふうに言われてますね。はい。親指が測り。はい。これは測りってどういう意味ですか？その言葉の通り測りです。はがりです。ここ、はがりです。ですから、つまり、親指の、この付け根に、弓の圧力が詰まっていって、親指にかかる圧力が高くなればなるほど、離れがボンって出やすくなる。はがりだと思ってくださいと。そういう意味でございますね。だから、こういうふうに、手首を起こしながらやっていけば、親指っていうのがどんどん圧力が詰まっていって、はがりです。弓の圧力をぐーん測ってるわけです。で、ある程度のところできたらパンって出るような感じになるんだと。そういうふうな力の使い方してくださいねっていう意味でございます。というふうにですね、やるとですね、適切な、この、何ですか、一文字の湯掛けの場合の時の離れの出し方と、十文字の湯掛けの離れの出し方の場合の断りが一つになるということでございます。これは、そのように、尾州竹林九重書の文献ではっきり書かれてあるのは何でかって言ったら、それは手首を起こすという部分が、断りが一つになるからです。で、手首が起きるっていうのは、胸の筋肉を開く場所、背中伸ばしましょうって話なんですけど、これは胴体と、肩の骨と胴体が十文字になって、首筋と矢が十文字で、五十十文字っていうところに矛盾はないですし、この胸の筋肉を開くという行為は、頭を見てから足踏みをする、蜘蛛の利く足、普通足踏みじゃなくて、胸を開き切ってから、蜘蛛のようにパッて開いてから、狙いを定める、蜘蛛の利く足踏み、胸の筋肉を開くことによって、この腎臓っていうところが引き上げられて、集中力が上がっていって、不断な迷いが切る、大日如来胴作りをやった後に、この胸の筋肉を広げて、肩の付け根を伸ばしたら、腕の力が抜けることによって、自分の体の軸が、まあ、この一本の、矢によって、この、大木がずれてるかずれてないかをここで確認する墨差し菊の状態ができて、弓構えをする前に常に引き取りの心ができる引き分けができて、それ端のように動いて打ち起こしをやっていくって、今までの尾州竹林の文献の言葉が全部シンプルな体の使い方で嘘偽りなく通るようになっているので、手首が送りということになります。ということで、今回の動画は以上になります。ぜひね、尾州竹林九重書に興味を持っていただいて、勉強してみてください。ありがとうございました。